たとえ苦難の果てが暗闇に包まれていようと我々はこの灯火を守り繋げていかなければならないヒルド聖十騎士が第7位アンジェラ・ディロス支援に参りましたあなたをお守りいたします アンジェラ・デュロスが参りました。今日も、あなたの安全をお守りいたします。おはようございます。こんにちは。こんばんは。あの人は今も元気でしょうか。私のお姉ちゃん、フロンティア。なぜ長い時間留守にしていたのかを、私に問う資格はありません。これは、あなたのプライベートな問題ですから。ですが、フライトラップのみんなも、私も、 あなたのことを、とても心配していました。うむ、一緒に頑張りましょうお互いに助け合いましょうリーダー。天気が良い日は、シードのメンバーは全員出勤するべきです。一緒に、イリュージョンをパトロールしませんかリーダー。リーダー、こんな天気の日に出かけるなら、周りにくれぐれもお気をつけください。危険はいつも影に潜んでいます。でも、 心配はご無用です。あなたがそれを察知できるようになるまでは、この私がお守りいたしますから。天気の悪い日は、さらに気を引き締めねばなりません。例えば私は、大雑把なリーダーがご自分の分を忘れてもいいように、今日は傘を2本持っています。規則正しい生活は元気の源。おはようございます、リーダー。忙しくとも、 食事は時間通りに取らねばなりません。私に昔のお姉ちゃんみたいな心配はさせないでください。もし、お昼寝にもカミーユさんのお茶会にも参加する気がないのでしたら、一緒に任務を遂行しませんかリーダー。あなたがご一緒してくだされば、私、もっと勇敢になれます。今日一日頑張りましたから、夜は一緒にお出かけでもしませんか 早めに休んでください、リーダー。くれぐれもご自愛ください。もし眠れないようでしたら、眠くなるまで一緒にお話ししませんかコネクターの活動は実に多様です。もし興味が終わりでしたら、私がご一緒いたしますよ。お姉ちゃんお姉ちゃんなの騎士の精神は競技などではありません。もっと自分自身で感じ取らなければなりませんよ。 ビクトリア。プレゼント。それは、コネクターにとっての栄誉です。メールは一通も見落とさないでください。すべてに、差出人の期待が込められているのですから。たとえ苦難の果てが暗闇に包まれていようと、我々はこの灯火を守り、繋げていかなければならない。また強くなれた気がします。人に頼ってばかりいると、いつまでも成長できないものです。共に頑張りましょう。 相手を傷つけることにも、やがて慣れてしまう。現実とは残酷なものです。それでも、弱き者たちを守り続けていくことに変わりはありません。そうですよねあなたが成長する姿を間近で見ることができるのは、私が考えていたよりも嬉しく、光栄に感じています。あなたが一緒にいてくれれば、私は恐れることなく、あの人に会えると思うのです。 たまには鎧を脱ぎ捨て、女の子らしいこともしてみたいです。はい。準備が終わりました。参りましょう。私の姉フロンティアは、ずっと尊敬し、背中を追ってきた存在です。しかし最後に、その姉は、私を裏切りました。こんなこと、他の方に話すつもりはなかったのに。なぜか、 あなたにだけは話しておきたいと思ってしまうのです。あなたの前でだけはありのままの私でいられるのです。もし本当の私がみんなが思ってるほど強くなどなかったとしても、あなただけは私のことを信じてそばにいて、好きでいてくれますでしょうかこの世界の傷がもう癒せないことはわかっています。でも、 私の心の中では、まだささやかな光が見えています。どんなに暗闇が包み込もうとしても、その光だけは、決して消えることはない。私が本当に救いを必要とするとき、困難に苦しみ、倒れそうなときに、それは安らぎをもたらしてくれます。これは夢ではないのです。リーダー、その光は、あなたの瞳の中にあります。 それはきっと、この傷だらけの大地を照らす希望です。それが私には見えます。今は、まだかすかな光だったとしても、いつか必ずこの世界に、人々の心に救済を、ぬくもりをもたらしてくれるものだと信じています。私、アンジェラ・デュルスは、終焉のその日まで、ずっとあなたの光を守護し続けてみせると、 ここに誓います。お帰りなさい、リーダー。光を守るデュランダルよ、私たちを勝利へ導きたまえはっお任せください,いやあ裁きを受けるがいい <laughs> 諦めはしない。守る最後まで守り抜いてみせますま、まだ、 終わるわけには。